オリュウうとは、国際雲図帳で定められた雲の副編集の一つ。雲の高度に関わらず、雲から大量の雲粒が落下すれば見られるので、県雲、県赤雲、公積雲、高層雲、乱層雲、層積雲、積雲、積乱雲,雲,雲の計8種に見られる。雲の下から筋状や中状の白っぽい霧のようなものが垂れ下がったように見える。雲の先端が 地上に達していないのが特徴。地上に達すれば、降水雲となる。乱層雲のお竜雲、雨、雪、あられなどの降水が雲から落下する途中で、地上に達しないうちに蒸発、消化した時に発生する。降水現象の一つとして捉えられる場合もある。降水上とも言う。お竜雲の場合は、地上で降水が観測されなくても、上空を飛行する。 航空機などは降水を受ける可能性がある。おウ雲は降水雲と同様に虹が見られることがある。おウ雲が発生している場合、氷床や水滴が蒸発する際に周囲の大気から熱を奪う。そのため、おウ雲の先端部分の上付近では空気が冷やされて下降気流が発生する。この下降気流は ダウンバーストの一種であり、乾燥した大気の上に湿った大気があるときに発生するので乾いたダウンバーストと呼ばれている。地上のレーダーでは高い高度のオリューンを観測できない場合があり、航空の安全を脅かすことがあるため注意しなければならないとされる。アメリカなどではオリューンを伴った急激な下降気流によって空気が圧縮されて逆に温度が上がるヒートバーストも 観測されており、猛烈な突風を発生させることが知られている。また、鉱石雲などの高度が高い雲では、お竜雲が発生すると、雲がある大気の層が、下降気流によって引き下げられて、雲が消賛してしまうことがある。元気象庁長官の吉武ソニによれば、バーガの訳語が、お竜雲となったのは、以下の経緯による。終戦直後に速攻課長であった吉武が、 インターナショナルアトラスオブクラウズアンドオブステーツオブザ・スカイの翻訳に際してバーガの訳語が必要になりビルガビリュー・オリューンと連想しオリューンという訳語が観測法改定委員会により認められたので中央気象台が昭和25年1月に発刊した地上気象観測法において初めて使用されたありがとうございます